皆さんこんにちは。新キャラが判明しました。2.5 でレイサが実装確定です。かなり久々に北条の限定が来ます。炎、ということでギャラガーの上位互換的な感じになるのか、あるいは、別路線になるのか、気になりますね。ただ、キャラガーはピノコニーキャラと相性がいい感じだったので、レイサは今後出てくる先週キャラクターと相性がいい設計になるんでしょうかね。ということで、今回は新キャラのレイサについてでした。スタレの新キャラは基本的に強いので、現在の生存補助枠にどういうポジションで登場するのか、起用頻度も、他の運命より高いので、注目ですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。